淡路島中央スマートインターチェンジは、兵庫県洲本市、中川原町市原にある神戸淡路鳴門自動車道のスマートインターチェンジである。淡路島中央バスストップが併設されている。到底流所に停車する高速バス本数が、淡路インターチェンジへの亀裂間の高速道路上11、停留所中2番目に少なく高速バスにおける、阪神地域とのアクセスが悪いことや、 スモトインターチェンジでは、市の中心部や古式地域との道路接続が悪いことからスマートインターチェンジの構想が上がった。2007年度よりスマートインターチェンジ設置に向けて調査を開始しているが、2008年の時点で交通安全上の問題から設置が難しいとされている。整備されると、兵庫県立淡路病院や淡路広域消防事務組合へのアクセスが 改善されることで緊急時にも有効とされていたが、2013年6月12日に国土交通省近畿地方整備局から設置許可が出され、2017年度末に設置されることになった。2015年5月19日に安全祈願祭を行って着工。2017年8月1日には名称が淡路島中央スマートインターチェンジに決定した。 2018年2月17日に共用開始された。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。淡路島中央バスストップとは、兵庫県相本市、中河原町市原の神戸淡路、鳴門自動車道本線上にあるバス停留所である。2020年3月31日までは、中河原バスストップであった。 時刻表上では2020年3月31日まで、本市、中川原、翌日からは、淡路島中央、シックと表記されている。2001年1月31日まで、淡路、徳島線の急行バスが停車していた。2001年2月1日から2007年3月15日は、淡路交通1路線の未停車。 2007年3月16日から2010年1月21日と2012年8月1日以降は西日本 JR バス、本市海峡バス、淡路交通が停車。2010年1月22日から2012年7月31日は本市海峡バス、淡路交通が停車していた。バスストップとその周辺に乗車券売り場がない。交通系。 IC カード利用可能クローズドドアシステム。編集その他。編集 E28 神戸淡路ルト自動車道綱。市宮インターチェンジアンカ、BS 淡路と中央スマート IC。BS スモトインターチェンジ。BS11 停留所中の最小は本市安か、スモト市議会だより第4号。スモト市議会。2017年8月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2020年6月2日閲覧、相本市議会代より第8号、相本市議会、2017年8月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年6月2日閲覧、広報相本と第75号、相本市、2020年6月2日閲覧、中川原スマートインターチェンジについて、相本市、2017年8月2日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2020年6月2日閲覧。中川らスマート IC18 年春に、利用開始予定スモトで安全祈願祭。朝日新聞。広報スモト、第113号、淡路島中央スマートインターチェンジ名称決定。ABC、E28 神戸淡路鳴門自動車道淡路島、中央スマートインターチェンジの開通について。 本州四国連絡高速道路株式会社、相本ト市、2018年1月11日閲覧、ありがとうございます。